ヘロデアンティパス、ヘロデアンティパス、ギリシャ語、ローデルタイイタニュータウパイアルファータウロー、紀元前20年は、古代イスラエルの領主、在位紀元前4年から39年。新約聖書時代の人物で、ナザレのイエスが宣教を始めたガリラヤとヨルダン側を、挟んだ斜め向かい側のペレア、ペライアの領主であった。アンティパスの作った効果で在位43年を示す。 ものがあるので、少なくともこの期間は彼は、領主の地位にいた。福音書やヨセフスの、ユダヤ戦記や、ユダヤ古代史ではしばしば、ヘロデとだけ呼ばれている。ユダヤ古代史第セベンティンカ一1章3節によると、アンティパスの母である、マルタケは、サマリア人の羊で、同福では、兄のアルケラオスと、オリュムピアスと呼ばれる姉妹がいて、彼とアルケラオスは若い頃は、ローマである。 ユダヤ人によって育てられた。母親の身分的にも、年齢的にも、多い継承順序は高いわけでもなかったが、ヘロデ大王の弟である、フェロラス死亡から間もない頃、西暦期限前5年頃にこの時点で、存命の異母、同母双方の兄たちが因父から嫌われたことで一度は、多い継承者に指名されたこともあるが、ヘロデ大王は死亡直前考えを、また改めて多い継承者を、 アルケラオスに変え、アンティパスをガリラヤとペレヤの領主に指名た。これに不服を持ったアンティパスとアルケラオスを嫌っている親族たちは、ローマ皇帝に訴え出て、ヘロデ大王が晩年病気で正確な判断ができなくなっていた可能性があること、仮にヘロデの意志がアルケラオスを本当に指名していても、アルケラオスは残忍さや身勝手な点で王にふさわしくない人間だと主張した。 しかし、アルケラオス側も自分は、身勝手や残忍なのではなく緊急時の暴動鎮圧行為だと主張している最中、サマリア地方を除くユダヤ王国では、ヘロデ大王をよく思っていなかった勢力が各地で立ち上がり、暴力的な行為に走った者たちは、各地で暴動を起こし、隣接するシリア属州総督が出動し片端から、鎮圧、それより、恩健な者たちは、 シリア総督の許可を得て皇帝に使者を送り、ローマ帝国の直轄地域として、シリア属州に組み込まれたいと要求してきた。これらを踏まえたローマ皇帝は、最終的に、ヘロデの最後の遺言を原則とするがアルケラオスを王としては認めず、エスナルス、民族の統治者として認定し、アンティパスは、ガリラヤとペライアのテトラルキア、4分、両大衆に認定され、 年間200タラントンの収入が得られることになった。彼はいくつか新しい町を建設し、セップリスの町を要塞化して、アウクラトリス皇帝のノイとされるベタラムフタの城壁も整備して、ユリア、アウグストゥスの日の方にちなむと命名しが、さらに壮大だったのは、テベリウスの時代に、ゲネサレトコ、現在のガリラヤコのほとりの温泉が湧く地域に、新しく都市を作り、 そこに、当時の皇帝の名を付けて、ティベリアスと名付けて、祖皇として住んだ。しかし工事中に、ここが古代の埋葬地であったことが判明して、敬虔なユダヤ人からは嫌われ、結果、ティベリアスに移民族やユダヤ人でも冒険家や、古事記といった人々を無理にでも借り集めて、そこに植民させたことでかなり住民が混合した町になり、ヨセフス曰く、無統制な集団で、 ガリラヤ人や行政官、家付き土地付きの移住を条件に解放させられる奴隷、などがいたという、王宮に平気で動物の肖像が飾ってあった厳格なユダヤ人たちからは偶像崇拝ではないかと見られたが、同時に大きなシナゴー群なども置かれているという状況になっていた。また、彼自身も厳格なユダヤ教徒ではないが、ある程度の分別あり、ローマの支配下にあった。 ユダヤ地方で総督のピラトがエルサレムに皇帝の肖像がついたもの、ヨセフスは、旗、た、フィロンは、盾としているを持ち込み飾った際、ユダヤ人がタブーとした偶像崇拝になるのでこれをやめるように説得に当たり、成功させたほか、自分で作った貨幣にも肖像を刻むことはしなかった。彼自身の領主としての評価は、父ほど野心的ではないと見られており、ヨセフスからは、 平穏を愛する、静かな生活に満足しているとされている。ユダヤ古代史大ザバイブカンナナ章2節が、容量の悪いところもあり、同じように、ローマ従属国のナバテア王国と友好を結ぶため、アレタス4世の娘、ファサイリスを最初に日に迎えていたが、イボアニの娘、ヘロディアに熱を上げた結果、最初の日であったアレタスの娘に実家に逃げられ、 後日これに激怒したアレタスと戦争になって惨敗をし、ローマ帝国に訴え出たことで皇帝のティベリウスは戦争を仕掛けたアレタスを生死をとは捉える従属国の君主は独断で戦争を仕掛けてはいけないというルールがあったようにシリア総督に命じたことでこれ以上アレタスは介入できなくなったが、この後間もなく戦争から約6ヶ月後ティベリウスが死亡したことで、 アレタスの処罰は行われないまま終わっている。彼の所業で有名なものの一つに人々に、評判の良かった洗礼者、ヨハネの処刑があり、教官副音書と、ユダヤ古代史大ザバイブ看護師によるとそれぞれ、当時他の兄弟の妻であったヘロディアを妻にししまった、ことをヨハネに非難されたと、ヨハネの評判が良すぎて彼が人々を先導するのを、危惧したと動機の説明こそ違う。 ただし、ヨセフスも存命中の兄弟の妻をめとることがタブーとは説明してる。が、当時の一般大衆は宗教的希望と政治的希望を区別していなかったので、どちらの場合でも政治的混乱につながる危険を感じたアンティパスは彼が自分の領地のペレアに来たところを狙って捕らえ、ヨハネの活動場所はヨルダン川の西岸のユダヤ地方が中心だったが、東岸のペレアにも 時々来ていた、一旦投獄した後で処刑した。なお、こういったこともあり、前述のアレタスとの戦いで、アンティパスの軍が、総崩れになったところが、洗礼者、ヨハネの処刑を行った取りの近くだったため、負けたのはヨハネを処刑した天罰だと噂されたことが、ユダヤ古代史代ザバイブ看護省にある。最終的に、 ヘロデ・アンティパスに破滅をもたらした者はこの妻ヘロディアだった。ローマの皇帝がティベリウスからカリウラに変わった際、ヘロディアの兄弟であるアグリッパは、以前からカリウラと仲が良かったため、フィリッポスの領地を手に入れたた、王の称号をも手に入れ。アグリッパはかつて生活が困っていた際にアンティパスに仕事を都合してもらったが、喧嘩でその座を解任されたような過去もあったため、 これを妬んだヘロディアに言われて、最初は乗り気で測ったアンティパスも王の称号をもらえるように夫婦で単眼に行ったところ、先手を打っていたアグリッパの使いがアンティパスの避難目録を持ってきて、彼の飛行や周囲の国々との衝突を上げ、彼がローマの起手に背いている証拠に大量の武器を貯蔵していることを挙げた。カリグラはこれを聞いた後アンティパスに、 大量の武器の備蓄の件について尋ね、これを否定できなかったことで、他の件も、非難目録は信用できるとして、彼の領地を没収し、追放の刑にした。え、ロディアは、アグリッパの姉妹であるためある程度の情けはかけられたが、本人が夫に追復ことを望んだため一緒に、流刑地に行き、残された領地はアグリッパが相続した、ユダヤ古代史大ザバイブ館7章1から2節。 ユダヤ戦記第2関9章6節。その後アンティパスはヘロディアと一緒に流刑地で死んだヨセフス戦記期第2関9章6節ともカリグラに殺害されたディオローマ史大リックス間8章2節とも伝えられる。なお、福音書では前述の宣例者ヨハネ処刑関連以外にルカの福音書では時系列がどこに来るのか不明瞭だが、 ファリーサイ派の人々からイエスに助言として、ヘロで、アンティパスが、イエス命を狙っていると、名前だけ出てきたり、イエスからは、あの狐と呼ばれているほか、捕らえられたイエスが、ガリラヤの住人だったため、エルサレムにたまたま来ていた、アンティパスに連絡が来て面したが、イエスは何も言わなかったのでアンティパスはあざけったが、直接罰を下しもせずに送り返したとされている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。